マンチカンの謎のかわいい動きが話題になっています。その目的とは。十歳のマンチカン、モカ。テーブルの上に腹ばいになり、まるでトレーニングをしているかのように、短い前足を上下に動かします。モカが暮らす新潟市の猫ファーストな猫カフェ、チグラの店主によりますと、 実はおやつが欲しい時のちょうだいちょうだいの合図なのですそして終わった後はこの顔つき店主曰くのドヤ顔ですおやつの入手が確実になったということなのでしょうか可愛すぎる様子に動画は260万回以上再生されていて店の客にも大人気世界一の招き猫と呼ばれているということです